漫画日本美術、技術博物館の円形漫画日本美術、技術博物館漫画日本美術、技術博物館地図日本美術技術博物館、漫画館は、ポーランドのクラクフにある博物館である。旧称は、日本美術技術センター漫画館である。1920年、国立クラクフ博物館に、フェリックス漫画ヤシェンスキから、 その収集品の一部で6500点にも及ぶ、浮世絵、掛け軸、屏風、鎧、兜、刀剣、漆器、肥物、印陰等の日本美術品が寄贈された。その際、条件として課されたのが、これらが広く一般に公開されること、これらはバラバラに分散させるべきものではなく、分かちがたい一つの文化的な世界を呈しているものなので、 一箇所で公開してほしいというものであった。しかし、これらの収集品は1929年に漫画が死去した後、長きにわたって梱包されたままになっていた。第二次世界大戦の間、この収集品は当局から施造されたままになり、1944年、初めて織物会館で一般に公開された。この展覧会を当時18歳のアンジェイ・ワイラが観覧しており、 43年後の1987年に、ワイダが人類の精神的進化、公用に著しく貢献したとして、稲森財団から京都映画賞を受賞した際に、その賞金4500万円を基金として、私が少年時代に初めて日本の美術に触れた時に得たあの幸福感を、他の人々にも味わってもらいたいと指導されている漫画の寄贈品を常設展示する。 美術館を建設することを決意した。博物館の建設資金は日本政府、クラックフ京都財団により提供された。さらに JR 東ローソが100万ドル、日本政府も300万ドルを寄付。クラックフ市も建設地を無償提供。磯崎真が無償で設計を手掛け、1994年ビスワ川を挟んだバベル城の対岸に漫画館が完成した。 1994年11月30日に日本美術技術センター漫画として開館した。開館当初はクラクフ国立美術館の一部門の扱いであった。フェリックス漫画やシェンス機の収集品のほかに、博物館は日本語教室、池罠の展示、茶席などの催しも提供している。また、盆栽協会もここに事務局を置いている。2002年7月11日には、 日本の平成期の天皇と皇后も漫画博物館を表敬訪問した。2004年12月1日以来、クラックフ国立美術館からは独立した別個の文化施設となっている。博物館の建築デザインは日本の建築家、磯崎真によって京都クラックフ財団に無償提供された。またポーランド側からは JU& ジェッアトリエのクシシュトフ・インガルデンが 共同参画した。外観は伝統的に多くの日本画のモチーフとされてきた波を想起させる不規則な曲線によって表現された屋根を特徴とし、その曲線が周囲のビスワ川の景観や庭園、また収蔵された作品群と絶妙な共和音を奏でる。またビスワ川沿いに隣接する庭園は京都市によって寄贈された。この建築そのものが 伝統的な日本美術へのオマージュとしての一つの作品であり、また同時に展示室以外にも日本料理をベースにアレンジした創作メニューが味わえるカフェ漫画や日本美術を衣装としたオリジナルグッズを販売する漫画ショップのほか、京都クラクフ財団の本拠地でもあり、アンジェワイダのアーカイブや日本語学校、資料室、茶室も併設する総合的な日本文化センターである。 2006年に開催されたポーランドのポルスカアイコニーアーキテドリーと題された建築コンペティションにおいて東博物館が1989年以降にポーランド国内で建設された建築作品20選に選出された彼の愛称の漫画は今日の少年漫画とは無関係で彼が大好きだった北斎漫画に由来している渡辺勝義 CD 付けゼロから話せるポーランド5三王サム社2006年77ページ ISBN 978から4から384054521オーミューズム2016年10月29日閲覧コレクツやア,アーキテドリーミューリーター DLA ミューズムストッキーヌーチェスネホハットミューズムストッキーアイテクニッキージャポーンスキーッジマンナの日本語ホームページ ポルスカイコナーアーキテドリーカルチャー .pl のホームページよりありがとうございます。